ジョバンニ・パチーニはイタリアの作曲家、オペラによって最も知られる。パチーニの25作品程度のオペラは、ジョアキーノ・ロッシーニがイタリアのオペラ界を席巻していた時代に書かれたものであった。パチーニ自身も後年に回顧録、メモワーズで率直に認めたように、彼のオペラはかなり外面的であった。数年間、ナポリのサンカルロ劇場の支配人の職を務めたことも、 あった。その後、引退して、音楽学校を設立すべくビアレッジョへと向かい、時間をかけて、イタリアオペラの現状を評価する。そして作曲の筆を折った5年の間に、回顧録へと自らの考えを書き表した。彼と同様にこの時代のオペラの長所と欠点を、再評価したサベリオメルカダンテの場合と同じく、パチーニもスタイルを変化させることになる。しかしながら、 イタリアオペラ界に台頭してきたジュゼッペ・ベルディの影響の影に芝叩く間に隠れてしまい、流行遅れとなったパチーニのオペラの多くは、イタリア国外では仮に上演されたとしてもその機会は、稀であった。録音もいくつか存在するものの、パチーニ作品の大半は今日では忘れられている。パチーニは、シチリアのカターニアに生まれた。ブッフホであった父のルイジ・パチーニは、 ジョバンニのオペラが初演される舞台に幾度も上がっている。一家は元来トスカーナ州に居住していたが偶然カターニアへと移ってきたところであり、そこでジョバンニが生まれることになった。パチーニは生涯に74作品のオペラを作曲した。これまで創作品数は80から90作品程度であると見積もられていたが、その多くが 同じ曲に異なる名前を付されたものであったことが確認されている。パチーニが火星と楽器法に悩むことはほとんどなかったとされており、これはロッシーニも証言するところであった。ロッシーニは神は音楽を知っていれば我々を助けてくださる。誰も神には逆らえないのだ。と述べている。パチーニがロッシーニの実力、並びにこの時期には彼が 支配的であったことを認識していたのは確実である。誰もが同じ学派、同じ流行へと右へ習いした結果、彼らは皆偉大な指導者の模倣に陥ってしまった。もし私がペーザーロ出身の巨匠の信奉者だったならば、他の誰もがそうなっていたことだろう。ロッシーニが1824年にパリへ拠点を移すと、パチーニを呼び、 同時代の音楽家たちは共にイタリアオペラの特性を変質させ始め、ベルカント商法を新たな方向として据えた。還元楽法は重厚になり、コロラトゥーラは特に男性では削減され、感情豊かな情念により重きが置かれた。例外も存在したものの、ロマン的な立役者はテノールに割り振られた。悪役はバス、その後バリトンが受け持った。時代が下り、 激戦にずっと多くの力点が置かれた。こうした変革を指導したパチーニの役割は今日になってやっと知られ始めたところである。パチーニ及び同時代のバッカイがこれまで考えられていた以上にベッディーニへ強い影響を与えたことにはほとんど疑いの余地はない。こうした姿勢の変化は鍵となる二つの作品の復権に見ることができる。バッカイのジュリエッタイ・ロメオとパチーニの エル・ L. ウルティマジョルのディッポンペイ、いずれも1825年に数週間違いで完成された作品である。パチーニの娘、ジョバンニアとアマチリア。1832年、カール・ブリューロフが小規模なオペラの数々、特に、イル・バロネ・ディ・ドールスハイム、ラスポーザ・フェドルや、ラスキア・バイン・バグダッドが成功を収めたことで、パチーニは、イタリアでも、屈指の作曲家となっていった。 さらに、アレッサンドロ・ネル・インディー、アメシリア、そして先日の、エル・ウルティマジョルのディッポンペイといった作品が、ヤツギバヤに成功を収め、彼の地位はより一層高まっていった。アレッサンドロ・ネル・インディーでは、タイトルロールのアレッサンドロは、バリトン的テ,テノールのアンドレア・ノッツァーリを念頭に、作られたが、ミラノの再演の際にこの役を歌ったのはより軽い、声を持つ序盤にダビッドであった。これは、 パチーニの新たな方向を目指そうという希望の現れである。アラビネル・ギャリーは世界中の主要な舞台の多くで上演され、初めてアメリカに渡ったパチーニのオペラとなった。この作品はイタリアでも頻繁に取り上げられた。ベッディーニが初の成功作、海賊によってテアトロ・アラ・スカラでアラビネル・ギャリーの公演回数を超えたのは1830年になってからであった。 一般的には知られていないが、1820年代のイタリアにおいてロッシーニと最も熾烈な競争を繰り広げたのは、ドニゼティ、メルカダンテ、ベッディーニではなく、パチーニであった。その後に生まれた多くのオペラは完全に忘れられている。しかしながら、その中の一つ、イルカ・アーサーロは、ピアノ伴奏版だけであったが2004年に173年ぶりに疎遠されている。 この作品は、後年作曲されたベルディの同名のオペラと多くの点で異なっている。タイトルロールのコラードは、アルトのムジーコの役であり、悪役の在とはテノールであった。しかしながら、まずベッディーニが、続いてドニゼッティがパチーニの名声をしのぐようになる。1835年のカルロディ・ボルコニアをはじめとするパチーニの後期オペラは、失敗に終わっている。 しかし、この作品は現在 CD で、入手可能な数少ないパチーニ作品の一つであり、好意的な票を多く得ている。パチーニ自身は、自らの明らかな敗北を真っ先に認め、回顧録の中に次のように記した。自分がこの世界から引退せねばならないと気づき始めた。ベッディーニ、あの神々しいベッディーニは私を超越している。数年後、 作曲を再開したパチーニハイマ一度挫折を味わった、あと、サフォーで大きな成功を収めることになる。サフォー以降、パチーニは再び栄光の時期に入った。ドニゼッティはパリへ赴き、ベリーには高い、メルカダンテの主な成功作もパチーニには及ばず、唯一ベルディだけが重要な競争相手となった。この時期のパチーニの成功作品には、ラフィダンゼタコルサ、マリア、 レジーナ・ディ・イングルテラ、メディア、ロレンツノ・デ、メディーチ、ボンデル・モンテ、ステラ・ディ・ナッポリ、そして、ナルジーナ・ディ・シプローがある。アーラン・キャメロンは、チャールズ2世が、大いに着く前に、彼の幼少期を扱った作品として特筆される。対照的にベルディは1844年までに、ナブッコ、十字軍のロンバルディア人、エルナーニを書き上げ、パチーニを追い越していった。この時期の名声は、 長く続くが緩やかに弱まっていき、以降は、ラップニジオネ、イル・ソルティム・バンコ、ニコロ・デ・ラッピーが、そこそこの成功を収めたに過ぎなかった。パチーニは1867年に、トスカーナ州のペーシャで生涯を終えた。彼は、生涯を通じて、質の高い音楽を数多く生み出した。70を超える彼の舞台作品は、ロッシーニやヘンデルにすら悲見しうるものである。 また、パチーニの名は、歴史上でも指折りの多作なオペラ作曲家である、ドニゼッティと共に常に記憶されていくだろう。パチーニのオペラ一覧を参照。注釈出典。ありがとうございます。